ちゃん。こんにちは。豊さん、はい、今週の岡田監督ということで、おやき、はい、恒例になってきた。恒例です。毎週毎週の恒例になってきましたが、はいはい、岡田監督、まずですね、どうやら運営部部長と20分ほど甲子園のベンチで緊急会談を行ったということで。はい、大事な話はベンチでしないよ。しないですかね。多分。ただ確認事項だろうな。ただですよ、はい、岡田監督が記者に、そんなお前マル秘よと言って。当たり前よ。そんなもん。そうよ、なんかスマホの画面を見ながら話していたので、はい、これ多分推測ですけれども、どうやら現在調査を続けている外国人投手などシーズン途中での補強についての意見を交わした可能性が高いと、うん、まあ、B ケラーが帰っちゃったしな。はい、帰りました、うん、まあ予定してた外国人が1人減ったということは、はい、まあ、それは補強に踏み切るっていう可能性はあるよね。そうですね、うん、まあ、外国人投手をどこか海外から取ってくる、補強する。そんないいのいないぞ。なかなかですかね。やっぱ球団も増えてるしさ、向こうも、はい、そんな良かったらやっぱメジャーで使うよね。まあ、本来はそうですね。でメジャーに今在籍してる人間でじゃあ簡単に出せるかっていうと、そう難しいしな。なのでどうしても 3A だったりとか、まあ、なってきますね。そういうことになるよな。とか、はい、なので、まあ、もしかすると7月8月あたりに新たな外国人投手が入ってくる可能性もある、うん、まあ可能性はあるだろうな。そうですよね、はいはい、さらにぼやき2つ目、どうやら森下選手をセンターで使うかもしれないということで、受け取るのは受け取るだけど、うーんって。やっぱ打てないからさ、やっぱバッティング優先にしなきゃいけないということと、まず最初はね、はい、で守備固めは結構いるんだよあそこはね、うん、だけどやっぱ打てる人を優先的に使うという、まあ、前側も使えるし、はい、ミエセス、ノイジー、はい、まあ、そういったあたりもね、まあ、使っていかなきゃいけないし、まあ、島田もいるしな。だから、まあ、森下のセンターは分からないではないよね。そうですね。どうしてでもそうなってくると、やっぱり守備のリスクっていうのはしょうがなきゃいけないしな。そうですよね。大学の時にセンターだったっていうこともあり、プラス右左が両外国人だったらやっぱり不安だからっていうことも岡田監督はおっしゃってるんですけれども、まあ、近本選手がとにかくセンターからいなくなった。でそこを今誰にすべきなのかっていうところで、岡田監督が相当これ、まあ、悩んでるという。まあそりゃそうだね、はい、まあ、岡田監督 の談話とかもさ、やっぱ自分が考えてることと全然違うイメージで野球が進んでるとか、はい、選手がなんであそこでああいう風なことしたのかなとか、うん、やっぱこう意思が伝わってないというかさ、はい、まあ、そういう状況に、まあ、ちぐはぐな感じにはなってきてるよね、チームがね。だからまあ危険な状態であることは確かなんだよね、うん、だからまあそれを修正するのに打つことが一発回答なんだよ、やっぱり。だから岡田監督は守備がどうのこうのとか、はい、一切コメントでは出さないよね。だからもう最初から鼻からもうそれは想定内だから、うん、この前中野がエラーをして3点目は入れ、まあ、上げたとかね、まあ、そういうことも、まあ、想定のうちなんだよ。ただ岡田監督はやっぱこう守備をこう強化するんじゃなくて、やっぱ打つ方を強化しなきゃいけないっていう、まあ、念頭にあったからね、まあ、そこら辺でやっぱこうトレードっていうのもある程度やっぱ考えていかなきゃいけないのかなっていうふうには思ってるはずだよ。じゃあ今センター一番、島田選手、はい、じゃあ物足りないっていうところがやっぱり、物足りないというよりもやっぱりいない、一人いなかったら一人やっぱ補強としてこうなんていうの、戦力ダウンするんじゃなくて、やっぱ補強してプラスに変えていかなきゃいけないという。まあ近本がいなくなったらじゃあ島田を入れればいいんじゃないかと、うん、でもベンチにいた島田の代わりができるやつがいないじゃない、まだ。だからやっぱそこの代わりは欲しいって。じゃあトレードしてセンターに入れて島田をベンチに置いとく方が岡田監督としては戦いやすいって考えると、やっぱ探し出すよね。となると7月31日の期限までに、これはセンター候補となるような選手をどっかトレードで取ってくる可能性はなくはない。となると、じゃあ豊さんがここからはもう予想です、誰がいいのか、どこのチームと誰。俺の見立てで、はい、あ、まだまだ力あるし、これはもうワンチャンあるなっていうのは、やっぱ楽天の田中和樹だとか、彼はやっぱり言うこうパンチ力あるんだよね。だからパンチ力はまあ阪神の場合は求めてないのかもわからないけど、足もあるしね、はい、で辰巳がこう状態が上がってくると、やっぱデルマ君がなくなるという、うん、まあ、守備固めでね、まあ、どっかに入るっていうことはあっても、まあ、スタメンで使われる選手でなければ、でも俺はあの子のバッティングっていうのはやっぱパンチ力もあるし足も速いし、まあ、魅力も感じてる。あとはロッテの平沢大河、やっぱね外野手多すぎるわロッテ今。そうですね、でまた優秀な人間がね結構いる。
そしたら、まあ、平沢を一回くれないかっていうような、まあ、それなりの人間、田中和樹もそうだし、あの平沢だったらやっぱそれなりの選手は出さなきゃいけない。そうですよね。あと新庄監督にお願いをして、はい、朝まった怪我から帰ってきました。これはね、やっぱね、バッティングの能力高いよ。この前ね、ペイペイドームでオスナから打った当たりなんか、やっぱ浅間じゃないと打てないよなっていうような感じがあるんだよね。でもあそこはさ、まあ、万波がいて、松本剛がいて、はい、まあ、センターに磯畑が入るとか、うん、まあ、細川とかね、まあ、いろんな選手がいるんだけど、まあ、江越もいるよね、はい、それ考えると浅間くれんかって言ったら、じゃあ誰が欲しいって、日本ハムは、じゃあ高山と誰かピッチャーをつけましょうみたいな、2対1、あ、そしたら可能性ある。まあ、そのぐらいの浅間選手ってそうですよね、うん、今戻ってきて3割キープしてるので、浅間な欲しいのね。いや、俺がチームを率いてるんだったら、いや浅間ちょっと勘弁してくれって言うけど、はい、でも新庄監督の考えはまた違うからね、多分、うんうん、こういう外国人、あの外野手がいてくれたら、まあ、浅間お前のためにね、阪神だったら出れるのかも分かんないって言って出す可能性もあるし、はい、まあ西武はいないからね、人は今ちょっとそうですよね、まあ怪我人もいるしね、はい、で、まあ、オリックスだったら福田かな、まあ、岡田監督ね、あのオリックスとパイプもちろんありますし、まあ、もちろんね、はい、福田、どういうパイプかは分かんないけどね細いパイプかも太くなって、もう錆び上げてるかも分かんない昔のことだしと、そうそうそう、いやだから分かんないけど、やっぱ福田なんかはやっぱいいよね。まあ、一番タイプで、うん、まあいいですね、そうですね、まあ、家の環境変えなくてもいいしね。あ、そうか、近いから、そうか、そうか。今はじゃあオリックスって外野手別に出しても、いやーでも、うん、でも特会引っかえがうまいオリックスだから、福田と中島監督がどこを要求するかわからないけども、はい、じゃああいつって言ったらくれる可能性がある、ね、うん、あ、ゼロで。あとオリックスといえば岡田監督は監督の時に一緒にやってた、まあ、T 岡田選手も、あ、でも年じゃないか、まあ、年は年ですね、まあ、例えば同じようなタイプが並ぶとさ、はい、サトテルと、うん、ちょっと苦しくなるよね。やっぱこう動ける選手が欲しいよな、はい、足あって、そうです、まあ、T もいいんだけど、動ける選手が岡田監督の中では欲しいと思ってるはずだよ。だいたい接戦になるっていうのをもう試合前から踏まえて戦おうとしてるから、はい、そしたら後半になってやっぱそれだけ足のスペシャリストだとか、足を絡められる先方の方が点は取りやすいって考えてるはずだから、はい、だから一発を待つっていうようなね、そういうスタイルではね、動かして取るっていう、まあ、岡田監督の野球があるから、はい、だからまあ動ける方がいいよね。じゃあロッテのあれ、荻野選手は まだ怪我ですね。まあそうだな、まあ、でもセンターで一番足も速い。それはもう、まあだ、まあ、例えばあの年になって、はい、まあ、ロッテの幹部候補生だと思うんだよ。ああ、多分出さないと思う。そのまま、まあ、コーチだったりとか、うん、そういうことか。まあ一回修行に出して、はい、ね、引退したらこっち戻ってこいよっていうことはあるにしても、うん、まあでも荻野も、いや、怪我がちな人間はダメだよね、やっぱね。ソフトバンクからとか。ソフトバンクはね、ファームでガンガン盗塁する佐藤、はい、佐藤が埋もれてんだよね。このこと誰か変えらんないかね、うん、ドイツリーグはない。いや、やっぱ首位のチームには変えにくいよね。なんか敵に塩を送るような感じになっちゃうから、はい、多分やるとしたらパリーグだよね。そうですね。間違ってもじゃあ松原選手とかないってことですよね。あるわけないじゃん。いや、巨人、いや、あるかもわかんないよ。そんな巨人から、お、松原、絶対にあの巨人戦で打つなよ。可能性がある。そうですか、ね。まあそんなことはないにしても。ないけれども、そうか、ドイツはないか。ドイツ球団、まあ、ドイツリーグにはないと思うな。あ、ということはやっぱパリーグからってことになってくるんです ね。じゃあ緊急トレードで取りました。じゃあ近本選手が戻ってきたら、その選手ってどうなるんですか。控えに回る。控えに回るか、状態が良ければどっかの外野の一角を任せるか。そっかそっか、ノイジーとかと、とか、まあ、ライト、前川がいるし、森下がいるし、はい、ね、ミエセスがいるけども、その中で一番いいのを使っていくとか、あ、まあ、そういうことになるかもわからないし、もうノイジーを外してそいつを使うかもわからない。だから、まあ、やりようによってはいくらでもやりようがある。ただやっぱこう阪神がどの球を出すか。そうですね。いや、いい球持ってるよ、まあ、ピッチャーはね。そうですよね。秋山とかどうしてんのかな今。なんか、あの新庄監督が秋山と浅野だったら変えそうな気がするけどね。
浅間選手と秋山選手投手を、まあ、新庄監督が変えるわけじゃないけどね、まあ、GM が変えるわけだけどね、稲葉さんですけれどもね、だけどやっぱピッチャーの補強っていうのはまだ考えてると思うしね、日本ハムはね、はい、まあ、確かにその数字を見ると素晴らしい数字を残してるけども、先発ができるピッチャーがあと1枚ぐらい欲しいよね、はい、まあ、秋山なんかいいと思うよ。だとしたら浅間選手をもらえるんだったらもう一人誰かつけないととか、高山代打の切り札、なんで代打って決めつけ、すいません、決めつけない、まだ怒られるまだ怒られる、いやでも、まあ、でも活躍できるんだったら日本ハムで、いやそうだよ、いいですよね、うん、あの子は西日本に行くより北日本に行った方が、高山は、はい、もともとそのこっちの人間だから、あ、そう、西に行くより北に行った方がなんか高山はなんか方角的に良さそうな感じ思いっきり北になりますけどね、思いっきり北はもう、もう神無しに北に行かせないそうですね、あ、それもあるのか、まあでも秋山投手そうですね、まあ、それらのポテンシャル持ってるし、うん、コントロールのいいピッチャーだし、うん、まあ、どうな、今の現状がどうなのかっていうのは分からないけどね、うん、あの非常に実績もあるしね、うん、いいんじゃないかなっていうような気はするけど、そうですね、あと楽天だったら、まあ、田中和樹選手がスイッチなので、まあ、左右関係なく使える、でも、まあ、その実績とかいろんなこと考えると、いやいや秋山は出せないよって、うん、じゃあ1ランク下の人間を出すよみたいなことにはなりかねない、まあ、それでも絶対欲しいと思うんだったら、その惜しげもなく秋山っていうのは言ってもいいと思うけど、うん、まあ、ここら辺が岡田監督がどう動くか、そうです、まあ、楽しみではあるけどね、そうですよね、うん、現状位置で今いる選手なんとか近本選手戻ってくるまでカバーするのか、それとも補強という形に、いやでも近本が戻ってきたとしても、うん、優勝するためにはあと 1,2 枚っていうのは考えてるはずだよ、野手にはそうですよ、うん、で抑えてさ、はい、できる人間なんか他の球団も困ってるわけだから絶対出さないよ、はい、絶対出さないんだったらもうその湯浅だとか浜地だとか、はい、そういう状態を上げていくしかないからね、うん、あとはそのファームに落ちてる青柳、はい、こういった人間がやっぱり調子を取り戻してくれて上がってくる、はい、で最近も落としてるけど、まあ、状態を上げて疲れを取って状態を上げてくれるっていうので、まあ、計算はしてると思うんだけども、だけどやっぱ打てないと、点が取れないと勝てないっていう、そうですね、これはやっぱ春先から言ってたから、ちょっと大出血みたいな感じがあるかもわからないけども、そういう感じで変えた方がいいかも、うん、浅間なんか最高だけどね、いや欲しいでしょ、最高だ最高だって言ってたらさいやそんな出せないのみたいななる可能性もあるし、はい、でも浅間はどっか行ったらレギュラーで使えるぐらいの選手だよ、そうですね、間違いない、いや7月31日までじゃあ阪神がどういう動きを見せてくるのかも、そうだね、はい、ちょっと注目したいと思います、はい。